俺なりの、野菜の垂直栽培っていうやつですね。垂直仕立てによる栽培っていうので、まあ、私自身ちょっとまだナスがないんで、親が作ってるやつがなんか だらしがない状態になってたから、こういうふうに垂直仕立てにしたんだけど、上にこういうポールを張って、そこから糸を垂らして、ぐりぐりってやるんで、よくハウス栽培でナスやってる人が二股にして斜めにやってると思うんだけど、まあ、要するに場所が狭いから垂直にした方がいいんじゃないかっていう話だと思うんですよ、おそらくは。まあ、畑が狭いから、そうすると斜めにすると3メートルぐらいありますよね、この幅で。これがもう自宅で食べる分ならこれだけで済むから、まっすぐでんだけです。からって言ってやったらいきなり親がもうそろそろ時期だからって言って切っちゃったんですよね、途中で。だからここのまた枝っていうか、なんちゅうの、脇芽を期待しているっていうやつですね、盆栽でいうところの。脇芽を期待して切り詰めてみたっていうのが、微妙な長さで切り詰めてあるって、いろいろなんか親も考えたということなんです。で、それで何が言いたいのかっていう、それではなくて、それの上なんですよ。これですよね。本来的にはこれをやりたかったんですよ。豊橋ぐらいだとガーデンがこんな感じになってるんだけど、あれは鉢物がこういう風になってるんですよ。で、数年前からすっげえ夏暑いなと思ってて、もうなんかすっごい遮光したいという感じですよね。社交的な野菜栽培をしたいな。で、なんちゅうの、市民農園を開きたいとかそういうことではないんですよ。光を遮りたい、ある程度ということで、まあ、100均でちょうどいいからね、距離、金額的にこれだけでいいならば。で、夏場はこれが具合がいいかなと思ってるんですよ。で、ただ現状まだ検証中なんでわかんないっていう感じなんですけど、で、だから木を植えてるんですよ。この畑と畑の間に。それ数年したらそれを柱にすることができるから、こういうポールもいらないんじゃないかっていう考えに至るんだけど、そういうことで邪魔するやつが木枯らすんだよね、なんか。それが納得いかないね。分からずやってるのか、分かっててやってるのかよう知らないんだけど、まあ、すっごい枯らされたね、それで。えれえ迷惑してんだけど。多分分かってない豊川のあたりなんじゃないかな。豊川あたりの敵やヤクザの、俺農家でやってやるよっていう、敵上がりのヤクザがやってるんじゃないかな。そういう嫌がらせを、豊橋で。だと思うんだけど。いや、だから豊川が合併して全部豊川になっちゃったから、ちょっと前まで一宮とか、小坂井とか、音羽とかが、ひまわり農協にあったのがなくなったなと思ったら、全部豊川に統合されてたからだった。それの問題もあるんかなと思うんだけど、なんか違う意味ですっごいげんなりしています。けどちょっとこれで具合が良かったら来年からはこれでいけるかなという感じですよね。以上です。